さあこちらへ。一常公の伝承でございます。古のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理氏経公を召されり、氏経神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛び行きて、氏経放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息を氏経公に吐きかける。ほどなく氏経随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。氏経公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども帝を哀れにおぼし召す。氏経対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を討ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、氏経公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。孔子が言っていた青い紫陽花、この近くだ。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが氏経の墓。弓を探すな、死ぬことになるな。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできない。
侍バスティー邪魔里の皆が心配です。大海の南にある村が襲われました。南のあの村か。そこで捕まったのか。魚の死骸の中に隠れてたのですが、すぐに見つかりました。どうか里のものを。酒井家が代々守ってきた村だ。必ず取り戻そう。また青い花。
青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔をよするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ、何を言いたい。弓はないと思え。弓を追うでないぞ。青い花、この方向だ。弓はあそこだ。常の長球。
どこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。倒すことが先決。呪いは後で考えよう。なるほどな。首を洗っておくがいい。狐の呪いか。